どうも、大島ちゃんです。今日もまた元気に来ました。今から、元気で食料品と日用品を買いに行こうと思います。はい、買い物行ってきましたね。今日は、いろいろちょっと買ってきましたよ。まず、山崎の、マリトッツォ。まあこれ生クリームがたっぷり入って美味しいですね。これが、ジェラートかな。マリトッツォ。98円ですね。はい。それと、山崎定番の、焼きそばロール。これ美味しいですよね。これもなんか昔からありますけど、学生時代はこれよく食べましたね。はい、これは、78円。それと、ミルクキャラメル。これ結構美味しいんですよね。なんかしょっちゅう買ってますよね。まあ甘いんでちょっと虫歯になりやすいんですけど、これが、98円。それと、これですね。メープルシロップ。これなんかレジのとこにいっぱい置いてあったんで、ちょっとひとつ取ったんですけど。まあ味どんなもんかちょっと今日食べてみようかなと思うんですけど。これが、98円。なんか98円多いですね。それと、やっぱ今日みたいな暑い日はこの、いちごのかき氷ですね。まあこれはもう定番ですよね。暑い時はもうかき氷を食べると、もう体が冷えてね、いいですよね。もう風呂上がりにこの、アイスを食べるのは一番なんか、いいですよね。リラックスできる状態でね、アイスを食べると、疲れが、やっぱちょっと、取れますよね。それと、これか。グリコの、とろりクリームプリン。これ意外と、これ普通のプリンより美味しいですよね。クリームが上に乗ってるんですけど。これでこのいちごのかき氷が78円で、グリコのとろりクリームプリンが98円。そして、これかな。ゼリー。この、いっぱい、果物が入ってるミックスゼリー、これも冷やして食べると美味しいですよね。これはいくらかな、78円ですね。そして、一平ちゃんのこれ焼きそば、まあ、美味しいですよね。これいつもまあ元気にずっと置いてあるんですけど、これはいくらか、148円ですね。そして夏といえばこれですね。健康ミネラル麦茶。これが、これ安いんですわ。これが68円ですね。はい。で、あとはこれおにぎり、またいつも買うんですけど、これなんか88円になって味が美味しくなったかなと思ったんですけど、なんかちょっとさ、味がなんか落ちたんか、あんまりうまくなくなりましたね。普通値段これ上がったらちょっとさらに美味しくなるかなと思うんですけど、10円値上がりしてなんか逆になんかご飯がパサついて、あんまりなんか美味しく感じましたね。はい、これで以上ですね。はい、まあ今日はほけど、あれですよね。気温が34度ぐらい上がって暑い一日でしたね。まあ今から、ゆっくり家に帰って、風呂でも使って、で、アイス食って、まあここに買ったものを食べて、まあ、疲れを取ろうかなと思いますね。はい、これで以上でした。